はい、皆さんこちらよしとなりますです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはこちら、ふがしでございますね。はい、こちらですね、ヤオキンさんでございます。ヤオキンさんすごいですね。うまい棒のね、ヤオキンさんですね。はい、いろいろ駄菓子を出しておりますけども、こちらふがしなんと10円でございますね。はい、黒砂糖ふがしでございます。昔ながらのものでね、ございますけども、早速いってみましょう。絶対こぼすよね、これ。よいしょ。てか、もうすでに欠けてますもんね。いきます。いただきます。まあ、この、柔らかい、この。昔なんか、ピンクっぽい、この、丸っぽいね。円柱形の。ふがしよく食べてましたね。美味しかったな。懐かしいよ。うまい。黒砂糖ってうまいなって感じる瞬間でございますね。ふがしも、元はですね、なんていうんでしょうかね、地方の藩っていうのは、会津藩とかですね、あるじゃないですか。はい。その藩の常備食品というかですね、なんかですね、使われてたそうなんですね。昔からの、もう古いね、伝統歴史がございますね。ということで、今日ご紹介したのは、ヤオキンさんのふがしでございました。ありがとうございます。